幼かったからできたよ。さ、すごいさ、ずっとここにニキビあって最近ちょっとね悲しいんですけど許して。え、寒い、冷房つけてないのに寒くなった。通信ありがとう、こちらこそ。通信ね終わったからね。あ、そう、でもさ見せてたよね、ストーリーで見せたんだけど、このねちょっとね猫耳取ったらねちょっとボサボサになっちゃって、これつけてるんだ今日。かわいいよね、キャキャ。すぐ取っちゃう。うん、かわいい。さっきは通信ありがとう、こちらこそ。かい、そう、ヘッドドレスみたいな猫ちゃんです。うん、お、ねえ最後も行くねって言ってくれて嬉しい。そう、配信だとねなかなかコスプレとかしないので、ね、コスプレというかお耳だけど。なんかこれ横もかわいい、フリフリ。うん、お誕生日おめでとう、ありがとう。ゴブ行くよ、嬉しい。寿司ありがとう、嬉しそうだった、よかった。かわいかった、載せてね、みんな見に行くので。なんか昨日も言ったんだけど、ちょっとなんかインスタの DM は仕様が変わったし、事務所管理なのでストーリーも足跡つけられないから、さやが一番見てるのはツイッターのハッシュタグ谷崎さやでエゴサしてるので、それが一番見てるよ。うん、最後の一枚かわいかった、お、よかった。さっきお話が、つかさんありがとうね、今受付中。うん、ありがとう。野球始まったんだよね。野球始まった。あの今日勝てば勝ちなのでめちゃくちゃ応援してます。軟骨ピアスいつも違う。なんか最近これ蝶々のやつかわいい。え、そわそわしちゃう。そわそわしちゃうよ。うん、うん、ありがとう応援。合唱コンね、懐かしい合唱コン。でもこの間さえもした、頑張ってね。うん、え、うん、 DeNA ベイスターズさん、横浜負けちゃった悲しい。また応援させていただきたい。いや本当に勝ってほしいな。うん、ゴブも待ってる、嬉しい、ありがとう。うん、初めての入室ありがとう。かわいい、かわいい、かわいい、かわいすぎだよ。塩2つで、この猫耳で猫耳ダンス撮るべきだったなってすごく思った。TikTokTikTok 撮ろうって思ったんだけどちょっと難しかった。うん、え、試合終了後のライブから気になりましたね、嬉しいです。ノイミのライブも来てね。この部屋さ、
漏れないんだよね。なんか通常はなんか奇跡が起きて割となんかいい感じに映ってんだけど、なんか TikTok 撮ろうって思ったらなんかね、ちょ光がねちょっと漏れなかったですね。ちょっとダメだった。そう、暗い。そう、通常はなんか奇跡が起きてる。ちゃんね、グミかわいい、よかった。この部屋は、うん、ちょっとやや家べ、やや家べ部屋。毎秒かわいい、ありがとう。通常さやそのまま乗せていいよ。無加工でいいよ。キャッ、かわいい。だってあっという間にもう5分、あとちょっとで1日。早いですね、本当に。大切にしたい、嬉しい。さやも一緒の時間を大切にする。うん、うん、ねえ、幸せな2日間が終わっちゃう。次さ、今日が終わったら何、あれか、古刹とポスターサイン会かな、最短だと。あ、お話し会ある。お話し会と、そうだ、ハロウィンのコスプレの日だ。お話し会で22日が古刹ね、ポスターサイン会と。そっか、じゃあまだ土日、来週も会えますね。で、その次の日が対面か。ってことだよね。おお、じゃあ今月あと3回。さやだらけ、最高。その次の週が11月になったら、さやの御社でインターンのララポート豊洲のイベント、え、来てね、来てくださいぜひ。とあとノイミー会。いろんなとこ行くよ。だって来月福岡も行くし、その次の週札幌、さ、次の月札幌だし、年内いろんなとこ行くからね。うん、修学旅行サボっちゃダメだよ。一生の思い出だから楽しみだね。チカッパ温かい子ありがとう。そう、チカッパね、2年前にそう出た、出てさ、まほろばの衣装で出てさ、すごいめっちゃ覚えてるんだよね。さや記憶に残るイベント。全部残ってるけど。そう、なんか今日さ、はにかみから1年だねって話を、すごくお話し会でちょこちょこ皆さんとお話ししてて、そう、なんかシングルの衣装着たいよね、歴代の。なんかさ、この間さ、この間感謝祭で好きな衣装をみんなそれぞれ選んできたけど、なんかシングルの衣装いっぱい着たいのある。シングルだけじゃなくてもだけど、なんか思わせぶりっ子、ちょっと寒いかも、もう衣装が。今一番着たいの、え、それこそなんか今日ハニカミショートの話めっちゃしてたら、ハニカミショートの衣装超着たくなった。ベレー帽、ベレー帽かぶりたい。
ポスター戦買ったった。お、嬉しい。なゆみちゃんも処分ね、いつか憧れます。ハニカミマホロバ、それこそハニカミマホロバめっちゃ着たい。ナポレオンね、さやも大好き。なんかマイカさんがめっちゃ好きって言ってくださってるの見ました。花だより、ナポレオンやっぱ可愛いですよね。本当に可愛い、あれ。うん、マホロバね、チョコメラとかも全然着てないし、全然着てない。そう、やっぱシングルの期間が終わると全然着なくなっちゃう。うん、デント好き？デント可愛いよね。うん、チカッパが今年最後。お、楽しみ。さやも本当に髪の毛ボサボサでごめんね。え、 PIC は本当に行きたい。 PIC の衣装が本当に好き、好きです。 PIC の衣装大好き。ハイトーン PIC 一生諦められない。ちょっと待ってね、ねとか言って。さやも諦められないよ。でも機会がなさすぎて。 PIC 本当に好きなのにさ、ファーストコンサート以来来てないんだよね。うん、うん、ベレー帽のさやちゃん可愛くて好き。え、嬉しい。いつかまたアーシャでベレー帽かぶりたいなって思ってます。あ、そう、夏民とベレ姉妹。なんかさ、夏民ってめっちゃギャルじゃん、言葉が。夏民ってめっちゃギャルなの。なんかお誕生日にさ投稿してくれてたさ文章がさ、なんかハイトーンズでもありベレ姉妹でもありましたねみたいな。ベレー帽のことベレベ、そんな略し方あるって思って、ちょっとじわじわきた。あ、タコパティ好きだよ。ベレ姉妹本当に JK すぎる。ノイミーマジで可愛い人しかいない。そうだよ、ノイミーみんな可愛いから。さやちゃん可愛いですか？圧、圧？これ圧ですか？ねえねえ教えて、さやちゃん今日も可愛い？やった！やった！優しい、みんな可愛いよ。うん、クライマックスシーズン行ってきます。ちょっと待って、羨ましすぎ。アツ好きです。お、本当に？さやさん、あんまりなんかアツだアツだって言われることもあるけど、さやってあんまり言わないかも。さやってなんかそんなに言わない気がする。そう。ね、今日はずっとツインテール。そう、うん、うん、朝からなんかいっぱい刻んで配信してます。
カマチョ今日。ヤダヨさんチーム もう16分じゃん。そう、20分ってめっちゃ早いんですよ。喋ってたら終わる。今日も可愛い、ありがとう。またね、こうやって気まぐれでいっぱい小刻みに配信する日があるかも、あるかも。ネイル綺麗、ありがとう。これめっちゃ可愛い、キラキラ。なんかさ、ネイルの方に冬のニットとかにめっちゃ似合いますって言われた。なんかクリスマスに似合うネイルですよって言われて、ちょっとクリスマスまでは持たない涙でも確かになんかイルミネーションとかに映えるネイルだよね。ねえ、かわいいよね。超かわいいラメグラです。キラキラ、なんかね、角度によってね、輝きの色味が変わるの。かわいい、お気に入りキラキラや。爪の形綺麗、嬉しい。ちょっとちっちゃいけど、でも爪のね、お、何、バランスめっちゃ気に入ってる。結構爪好きパーツ、自分の中で割と縦長だし、爪の形結構お気に入りですキラキラー。お、ラメグラはなんかあんまりネイルもなんかさ、なるべく変えたいけどやっぱり時間がなかったりとかさするじゃない。でもさ、ラメグラってさ、もう今めっちゃ綺麗なんだけど、やりたてだから伸びてもあんまり分かんないところも好きそう、透明だからね。爪まで可愛い、嬉しい。あ、やば、傘忘れそうになった、気をつけなきゃ。スクショタイム、ちょっとだけ。どう？撮れましたか？ボサボサだけど、髪長くていいね。やっぱ髪の毛長いのかわいい。ありがとうランキング読みます。いきます。13位かかし、12位タッキー、11位ユーリ、10位みのり、9位レイニャン、8位かわいくてごめん、7位アメ、6位キラリ、5位イ、4位ユータ、3位ライトセーバー、2位ケイゴ、そして1位セイヤ。ありがとう、ありがとうございましたじゃあ夜会いましょうなんか今日いっぱい配信できて、かまってくれて楽しいです。この後配信は夜で、この後はお話し会5部待ってますね来てくれる方ありがとう、楽しみにしてます。あ、そう、今日夜今キャンのラジオもあります、後で告知するね。ありがとう、ではでは、バイバーイ。